初心者向けトレッキングポールの選び方に関してご紹介。一つ前の動画では必要性に関し解説しましたが、今回はトレッキングポールの選び方をご紹介していきます。ポイント1、重量。重すぎると手や腕に負荷がかかり、ザックに入れていても重さを感じてしまうため、軽量のものがおすすめです。実際に持って握って試してみて、無理なく使える重さのものを選びましょう。ポイント2、収納方法。伸縮式、3段に伸縮できる一般的なトレッキングポール。太いけど折れにせず強度があります。折りたたみ式、三つ折りに畳めるものが多く、コンパクトに収納できるため、比較的荷物が少なく、バッグが小さくてもバッグの中に収めることができます。ポイント3、使い心地。グリップの握り心地や太さ、サイズなど、登山では長時間握って使うことが多いので、実際に試してみましょう。皆さん、いかがでしたでしょうか？次回もアウトドアに関する役立つ情報を発信していきます。お楽しみに。ぜひ、エルブレスの店頭でもお待ちしています。